バンコク病院は、バンコクのフワイクワーンク、ソーイスンウィジャイにある病院。バンコクゼネラル病院とも、バンコクドゥシットメディカルサービシーズのグループ企業である。1972年2月26日に開業。当時のベッド数は100床、看護婦数は30名。現在は、東南アジア地区において最も大きい私立病院の一つである。 世界でも最先端の治療を提供する医療機関の一つであり、毎日2500人を超える患者が来院する。80検査室、ベッド数は550床を超える。病院には20を超える。専門家がある。モーターランスサービスを配備しており、緊急事態には救急車サービス、緊急航空機サービスを提供している。 緊急初期室は24時間体制で対応できるようになっている。0から2310から3000もしくは1719で応対。タイのメディカルツーリズムの拠点となっており、160カ国を超える地域からの患者340万人以上にヘルスケアを提供している。近年、アラブからのメディカルツーリストの増加によりアラブ人専用病棟も作られた。 アラブ人向けの男子トイレでは小便器にも排泄器、洗浄用ホースが取り付けられている。また、日本人専用病棟があり、日本語のみで診察が受けられる。http://www.bangkokhospital.com/.index.php= オーアヒストリーハット http コロンスラッシュスラッシュ www.bangkokhospital.com スラッシュ jp スラッシュ。aboutbankokhospital ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.bangkokhospital.com スラッシュ jp スラッシュ。アンヤラトリエマージェンシーサービス。ありがとうございます。